はい、ズキです。本日発売された Galaxy Note 10 Plus を開封してきます。国内ではドコモと au から発売されましたが、私は au 専売の本体カラーオーラグローが欲しかったので、今回は au で購入しました。パッケージはこんな感じで非常にシンプルですね。はい、それでは行きましょう。開封よ。ノート9はちょっと置いといて、はい、こちらが本体。そして箱の内側、上の方に内箱が入っていて、SIM ピンとおそらく TPU 素材のケース、データ移行用試供品取扱説明書、利用にあたっての注意点、取扱説明書、内蓋をどかすと、はい、いつものように AKG アーカーゲーのイヤホン、 USB Type-C Type-C のケーブル、これを使ってデータ移行するということのようですね。そしてこちらが本体付属の S ペンの替え芯、そして芯を変えるキットのようです。同梱物は以上のようになっています。例によって AC アダプターは同梱されていませんのでご注意ください。それでは端末を見ていきましょう。はい、オーラグローキラッキラですね。ギャラクシー原宿で触った時に感じたのは、結構指紋がつきやすいなという点です。それではペリペリ剥がしていきましょう。ペリ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 、はい、七色に光っています。本体右側面にボタンは何もなく、上部にマイク穴と SIM スロット、 SIM トレイは、まあ、当然ながら一つで、 SIM トレイの横が SD カードトレイとなっています。向かって左側面にボリュームボタン、そして電源ボタンです。ポートは USB Type-C、みんな大好きイヤホンジャックについてはこのモデルからなくなっています。そしてこれが S ペンですね、はい、オーラグロー付属の S ペンはブルーです。ディスプレイ面は Galaxy S10 シリーズ同様、ディスプレイ保護フィルムが添付されています。それではついついね、こっち側で電源探しちゃうんですけども、 Note 10 Plus はこっちですね。電源オン、はい、来ました。ディスプレイ広いな。パンチホールとベゼルが細いですね。このエッジは若干使いにくいと思うんですが、どうでしょうか。下顎もほとんどありません。サムスンではこのパンチホールカメラを中央に備えたベゼルレスのディスプレイをインフィニティ O ディスプレイと呼称しています。サイズは高さ 162mm、 幅 77mm、 厚さ 7.9mm、カメラ部分を含めた厚みが 8.6mm となっています。重量は 197g。 ノート10シリーズの詳細な情報についてはこれまで何度か取り上げてきましたので、ぜひそちらをご覧いただければと思いますが、ざっくり言うと大画面スマートフォンに S ペンという専用ペンがついたノートのように使えるというと若干語弊がありますが、メモ帳としては十分機能するスマートフォンということになります。初代 Galaxy Note が誕生したのは2012年ですから、シリーズ7年目に突入しています。こちら全機種 Galaxy Note 9と比較するとこんな感じです。ベゼルが細くなった分だいぶ画面が大きく感じます。本体サイズはほとんど変わらず、逆に Note 10 Plus の方が若干軽くなっていますが、ディスプレイサイズは Note 9の 6.4 インチから Note 10 Plus の 6.8 インチにアップしています。それでは Note 9と比較しつつスペックを確認しましょう。サイズはノート9より 0.1 ミリ幅が広くなっていますが、重量は 4 グラム軽くなっています。バッテリー容量は 300 ミリアンペアは増えて 4300 ミリアンペアは、連続通話時間は短くなっていますが、交渉の電池持ち時間は約140時間と長くなっています。電池パックの取り外しはできません。外部ストレージとしてマイクロ SDXC 1TB まで対応。ラムはゲーミングスマホブラックシャーク2のフルスペック版と同等の 12GB とノート9からは倍増されています。ストレージも倍となり 256GB、 デフォルトでは
256GB 中 33.4GB を使用、空き容量 222.6GB となっています。ディスプレイはダイナミックアモレット有機EL ディスプレイで、解像度は 3040×1440 のクワッド HD プラス、防水防塵にも対応しています。デフォルト状態でのディスプレイ解像度は FHD プラス 2280×1080 ドットになっていますので、 QHD プラス WQHD プラスにするには設定を変更する必要があります。 OS は残念ながら最新の Android 10ではなくないんですが、アップデートで対応予定とのことです。 CPU はハイエンドのスナップドラゴン855、生体認証は光彩認証がなくなり、ディスプレイ指紋認証と顔認証となりました。au 版の最大通信速度は受信最大 1Gbps、 送信最大 75Mbps、 Wi-Fi 規格については発売日時点では最新の Wi-Fi 6には未対応となっています。メインのアウトカメラは Note 9の1220万画素デュアル構成から、1600万画素、1200万画素、1200万画素という3つのカメラに深度測位カメラ TOF を追加した Quad 4眼構成となっています。サブであるインカメラは約1000万画素、アウトカメラのズームは光学2倍、デジタル10倍です。Note 9にはあったワンセグフルセグ機能については NHK にぶっ壊された形でしょうか、Note 10ではオミットされています。バッテリー節電機能は Note 9の省電力モードから進化した緊急長持ちモードおよびパワーモードとなっています。その他の機能については Note 9から変わった部分はありません。それではメーカーが唱えるアピールポイントを見ていきましょう。ディスプレイは498ピクセルで、人間工学に基づく快適な操作性と握りやすさを訴えています。個人的にはこのエッジが結構きつくて持ちにくいなと感じたのと、あと電源ボタンですね、電源ボタン通常右側にある、ノート9もそうでしたが右側にあるのが普通だと思うので、左側にボリュームボタン電源ボタンが揃っているのは少し慣れが必要かなと感じました。カラーは3色展開で、オールブラックは2キャリア共通、オーラホワイトはどこも1000倍となります。付属の S ペンも本体カラーに合わせて変わりますが、それぞれの実機を見た感想としてはオーラホワイトに付属する白い S ペンがかっこよく感じました。 UI はサムスン独自の OneUI、 このあたりは別途設定変更編動画で見ていきたいと思います。超音波指紋認証センサーをディスプレイに内蔵し、金庫のようなセキュリティがあるとしていますが、ここ数日ネットでは安価なシリコンで簡単に突破できてしまうという動画が出回っています。登録していない指、つまり他人の指で解除できてしまうということですが、シリコンがないので付属のこちら TPU 素材でやってみましょう。まずは登録してある親指から、はい、普通に解除できます。続いて登録していない人差し指では、まあ、当たり前ですが解除できません。ここに TPU 素材を絡ますと、せーの、やはりこの素材では突破することはないようです。親指でも一応反応はしますが、親指でも解除できませんね、はい、なおこの件に関しサムスンは指紋センサーの動作不良を認識しており、ソフトウェアパッチを発行する予定と BBC に伝えたそうです。ディスプレイのダイナミックアモレットはダイナミックトーンマッピング技術が追加された HDR10 プラス規格に対応、屋外の明るい場所でも暗闇でも理想的な映像体験を楽しめるとしています。またブルーライトをピクセルレベルで減少させるディスプレイとなっており、色彩を損なうことなく目の疲れや睡眠障害を軽減するそうです。ノートシリーズ最大となる 4300mAh バッテリーは行動パターンを学習して長持ちするようコントロールされ、 25W 30分の充電で1日使用可能としています。Galaxy S10 シリーズで好評だったワイヤレスパワーシェアも搭載しています。ゲームを快適にプレイするための設計として、スリムになったベイパーチャンバー冷却システム、進化した AI、 強化された NPU などで本体の加熱を抑え、ラグを低減したスムースなプレイが可能としています。不要なアプリやバックグラウンドアプリをシャットダウンするゲームブースター機能や AR 機能も強化されているようです。Galaxy Note をデスクトップパソコンのように使える DEX 機能も強化され、マルチタスクにも対応、また Windows PC と接続すればシームレスに同期がなされるそうです。音質にもこだわっていて、ステレオスピーカーは Dolby Atmos に対応しています。 Galaxy シリーズのカメラはスマホ界でも1、2を争う機能性能を誇りますが、
S10 シリーズで好評を得た1600万画素超広角、1200万画素広角、1200万画素望遠というトリプルレンズに深度測位 TOF カメラが追加され、123度視野角の超広角撮影から TOF カメラによる被写体の計測も可能になったとしています。セルフィーもより自然に、薄暗い場所でもより美しく撮影できるそうです。ノートシリーズの証とでも言うべき S ペンはペン先 0.7mm で4096段階の筆圧も検知します。ノート9からは Bluetooth 接続にも対応し、リモコンのように使えるようになりました。フル充電で10時間の使用が可能で、 S ペン自体に防水性能もあります。ジェスチャー操作ではアウトカメラとインカメラを切り替えたり、ギャラリーで次の写真に移動したり、音量の上げ下げも可能だそうです。新たな機能として手書き文字を即座にテキスト変換するテキストエクスポートが追加されました。変換したテキストデータはワードにエクスポートしたり、 PDF や画像への変換も可能になっています。 AR 手書きと S ペンを使えば動画に奥行きのある 3D イラストも描けるそうです。私が Note 9で一番使っている機能、スクリーンオフメモ、画面オフメモも健在です。ということで Galaxy Note 10 Plus の機能をおさらいしました。ちなみにワールド版として6.3インチの Note 10、いわゆる無印もラインナップされていますが、日本仕様として発売される Note シリーズは Note 10 Plus のみとなっています。価格はドコモ版が一括総額12万1176円、au 版が一括総額118,800円と、 au 版の方が2300円ほど安くなっていますが、ドコモ版にはオリジナルアプリの手書き手帳がプリインストールされています。私は今回ヨドバシカメラで一括購入しましたが、現在ヨドバシカメラではキャッシュレス決済キャンペーンとして通常の 10% に 5% が追加された 15% のポイント還元を実施しているので、あくまで付与ポイントを値引きと考えた場合ですが、実質10万1000円で購入できる計算になります。今後写真や撮影動画比較、 Galaxy S10 Plus との性能比較やゲーム検証、しばらく使ってみて今回ご紹介した機能がどの程度便利だと実感できたのかなどをお伝えしたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録の上お待ちいただければと思います。リクエストなどがあればコメント欄までお願いします。それでは最後にベンチマークテストをしたいと思いますが、数日前にツイッターの方でつぶやいた通り、アンツツベンチマークのバージョンアップによりスコアにインフレが起きています。右が Galaxy Note 9で新しいアンツツベンチマークバージョン 8.0.1-OB ですが、スコアはなんと45万2000となっています。左が Galaxy S10 Plus アンツツバージョン 7.2.3 のままですが、スコアは36万1000と性能対スコアが逆転してしまっています。ですので今までご紹介してきたスコアとはちょっと違うということを踏まえてご覧いただければと思います。それではどうぞ。はい、ということで結果が出ましたが、意外なスコアというか、一世代前の Galaxy Note 9と新しい Galaxy Note 10 Plus のスコアがほぼ一緒というふうになっています。 CPU 性能、メモリーでは Galaxy Note 10 Plus の方が高いスコアになっていますが、逆に GPU 性能では Galaxy Note 9が Galaxy Note 10 Plus を圧倒しています。このあたりバージョンアップ後のアプリの調整がまだ進んでない可能性もありますので、今後のバージョンアップに期待したいところです。ということでこのチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。